え、あれですか、なんか、いや、今どんな感じなんですか。ちょっとじゃあ今度野球部のこと聞きたいですけど。うちのですか。野球部のことどんな感じなんですか。野球部のことは、うちの野球部はね、まあ、はいはいはい、普通に4年生フレッシュマン、ソフォーもジュニア、シニアいて、はいはいはい、人数がね、今年はやっぱ特別多いよね。っていうのもやっぱり去年のさ、COVID シーズンでさ、途中でシーズンがキャンセルになったから、はいはいはい、そんで、はいはいはい、4年生だった人たちがもう1年できることになったから、なるほどなるほど、そうみんな帰ってきたんだよね。あ、でも7人いて6人帰ってきたのか。はいはいはい、だからそのね、残った4年生プラスで、あの高校とか、あとはトランスファーで来た子たちとかもいるから、はいはいはい、だからもう60人ぐらいいるじゃないかな。なかなかアメリカにしてはかなり多いと思う。あ、本当ですか。あ、そんないるんだ、うん、結構意外でした。そう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 、だからやっぱあの層としてはやっぱ熱いよね、必然的に。なるほどなるほど。うん、あ、それでうちの学校のカンファレンスリーグは、はい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 、あのうちと、あともう一つハワイにある大学、ハワイパシフィックユニバーシティってところと、あとカリフォルニアの学校8チームぐらいかな。で、はいはいはい、あのパックウエストっていうカリフォルニアとハワイのリーグだね。だ、はい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 、そう、去年はもうちょっと遠征できなかったけど、一回オアフ島には行ってね。俺のうちの学校はハワイ州のハワイ島っていう島にあって、はいはいはい、もう一つの学校はオアフ島にあるから、まあ、そこで一回オアフ島への遠征が、まあ、2泊3日ぐらいだって、それして、はいはいはい、それで次はあれはね、南カリフォルニア遠征か、南カリフォルニア遠征に行く時に空港で、あのもう向こうはカリフォルニアがコロナひどいからっつってキャンセルになって、ほんでそのままもう全部キャンセルになって形になったんだけど、まあでも本当だったら南カリフォルニアに2週間ステイして戻ってきて、2週間またこっちで、あのカリフォルニアの学校がいくつかこっちに来て、はいはいはい、こうやって、そんでまた2週間北カリフォルニアに行って、で戦って終わるっていうスケジュールだった。ハワイからカリフォルニア行くんですね、うん、やっぱすごくないですか、ね、それ渡航費、飛行機ですよね。飛行機ですよね。もちろんですよね。どんな感じなんですか。飛行機はお金とかどうなんですか。もちろん学校持ちなんですか。もちろん、やば、もちろん遠征費、学校持ちでしょ。ホテル代も学生だからね、ホテルもでしょ。あと毎日ただ、行ったらミールマニーってもらえて、はいはいはい、そう、僕ももらったことあります。はいはい、お小遣い、そうそう、遠征中にさ、そうご飯食べるためのお金をいくらかもらえて、そう、それでまあ食べたりだね。だから、本当に遠征の時はあんまり自分のお金を使う必要ないよね。確かに、うん、バカ食いしたりなんかお土産買う時ぐらいだね。確かに。そうそうそう、すごい。いや、なんかそうなんですよ、アメリカの大学ってお金とか出してくれるんですよね、本当に。すごい出してくれるね。日本とか逆にどうなの、うん、多分大学野球ってキャンプとかあるじゃん。あれ、自腹っすよ。マジで自腹っす。なんかバイトしろとか言われて、はい、あれ自腹っす。つら、だから払えない人とかいるんですよ。マジで。はい、公式戦とかは全然払わないでしょ、さすがに。なんか結局日本狭いじゃないですか、バス遠征で、うん、でなんか大学のバスとかで行くんで、うん、うんうんうん、でもいや飛行機とかってあんま使わないですよ。それで言うと、そのなんていうんですか、さっき言ったあのハワイからカリフォルニアなんてめちゃめちゃで、宿泊も兼ねたらもうめちゃめちゃすごい額じゃないですか。そうだね、それが学校っていう気持ちがすごいですよね。うんうんうん、ちょっと待ってください、ごめんなさい。 OK、 はいはい。はいはいはい。ということでね、あのたすき君がただいまホストファミリーとお話をしている間に僕の一人トークをね始めたいと思います。これがね録画されてるかわかんないですけど、もし録画されてたら、たすきくん、流してください。はい。
テープマンラジオ始まりました。今日はですね、ハワイのヒロは現在、午後9時20分。天気は雨ですね。おそらく今降ってると思います。外でね、雨の声が聞こえます。ごめんなさい、すいません。なんかバーツライでもらったみたいですね。勝手に一人で話してました。いや、ちょっとじゃあこれ編集、じゃあこれカットしないんで、そのままいきます。いや、ちょっと今ホストファミリーになんか洗濯も終わったよって言われちゃって、すいません。ああ、そうそう、まあ。こんな感じでちょっとラフに。そうですね。生活感ありありの中で。いや、すいません、ごめんなさい。これ今、後編なんで、今もう後編に入ってるんで。大丈夫です。ね、もうグダグダ編でいきましょう。グダグダ編で。そうだね。まあそうですね。何の話しましたっけ？何の話しました？わかんない。わかんない。忘れた。あ、そう。あ、カリフォルニア、ハワイからカリフォルニアのすごいお金がかかるのに学校持ちすごいよねって話した。ああ、そっか。そうだね。まあ、そうだね。ありがたい。てかさ、全然話変わるんだけどさ、たすきはさ、今シーズンあんの？あります、あります、あります。あるんだ。普通に？はい。ですね、それが、普通は、なんか、ワシントン州とオレゴン州と、あれなんですよ、行き来があった中で、まあ、そんな、そんな感じで試合するんですけど、今回、なんか、週またぎが禁止とかなって、ああ、そうだね。なので、だから、遠征みたいなのが本当に最小限で、なんか、もう近場の学校だけでやるみたいな。ああ、なるほど。その中で40試合やるみたい。40試合でもやるみたいです。結局。そんなにやるんだ。きついっす。いや、きついっす。なるほど。まあでもやれるだけいいよね。いや、全然いいっす。俺らもさ、シーズンできるかできる。やっぱり本当に一緒でさ、はいはいはい。ハワイ州から出れないわけよ。マジっすか。なるほど。となると、俺さっきハワイにうちともう一チーム行ったじゃん。はいはいはい。だからそいつらと20試合やるんですよ。もうほぼ紅白戦みたいになっちゃうじゃないですか、最後の。そうだよね。もともとさ、やっぱりさ、はいはいはい、お互い近いからさ、はいはいはい、でしかもやっぱりハワイ出身の子とかもどっちのチームもいるから、ハワイなんてちっちゃいからさ、結構もうみんな知ってるわけよ。結構友達とかたくさん元々いるわけよ、はいはい、そうですね。もともとなんかすごいさ、何ブラザーみたいなチームなのにさ、はいはいはい、20試合もやったらもうね、双子になっちゃうよ、マジで。確かに。もうでもそこで軽んじて4試合だけ UH マナーさせてもらえることができたよね。あー、D1 っすね、D1 っすね。ディビジョン1の有名な方の、はいはいはい、マナーと、そう、それが開幕4連戦になる。それ開幕っすか。めっちゃすごい。3月のめっちゃ楽しみじゃないですか、それ。そう、多分ストリーミングされるから、ちょっとね、ぜひも時間があったら見てみてよ。ちょっと皆さん見てみてください、アメリカのカレッジの試合を、YouTube とか。YouTube っすか ?YouTube? あ、あれっすかね。いや、YouTube じゃないと、なんかね、ホームページかなんか。チャンネルじゃない？うん。あ、マジっすか、なんか。ちょっとわかんない。いいっすね。いや、最高っすね。いや、でも、ストリーミングが嬉しい。そう。絶対見ます、僕は。見てね。また詳細決まったら送るよ。いや、ありがとうございます。あ、なんか、いや、うん、もう僕の多分試合、ストリーミングないんで、もう自分で撮って、YouTube に載っけてやろうと思ってるんですけど。そうっすね。僕はもう、そうっすね。ちょっと、まあ、見てもらえればいいなっていう感じで。いや、本当に。なんで、もっとたくさん見てもらいたいよね。なんか、野球留学広めたいっすよね。違うか、うん。そうだね。なんか、いい方法ないっすかね。なんだろうね。やっぱりなんかそうやって実際にやってる人たちがさ、はいはいはい、声上げるというか、こういうのがあるんだよっていう紹介をしてあげるのがやっぱり一番いいんじゃないかなと思うけどね。そうっすね。ちょそれ僕やりますわ、じゃあ。めっちゃそうじゃ今やってることをね、どんどんやってってほしいよね、はいはい、それで言うと鉄平さんは YouTube やってるんですよ、はい、僕やってます。めっちゃおもろいのが、ここ、いや、本当、概要欄貼っとくんで、ここに、あ、概要欄貼っとくんで、ぜひ、お願いします。皆さん、ぜひチャンネル登録してください。ハワイで Vlog 撮ってるんですよね。Vlog とか撮ってて、野球部の様子とか撮ってて、めっちゃ、
若い、もう僕は全然映像流してないんであれですけども、てっぺいさんの方はもうバンバンいいカメラで映像流してるんで、本当に基本この、ね、iPhone8 だけど、いや全然、いやでもあれか Vlog っすよね、でも Vlog その景色とか、ね、なんかチームメイトとの様子とか、うん、なんか俺はもっとなんかリアルなこの生活感みたいのを伝えたくて、そういうのが伝わるようにね、あの頑張ってるんで、もし興味があったら見てみてください。皆さん、いや皆さんぜひちょっとチャンネル登録してください。あの本当に面白いんで、あの見てください。あの全然まああのあれですけど、これから僕もてっぺいさんもこれから広めていこうって感じなんで、そうそう、これからね、まだまだあの今のうちチャンネル登録してくれると子さんみたいな感じでいい感じだと思うんで、そう何かいいことがあるかもしれないよ。そうそう、俺らがねもっと上に行った時に、確かにかもしれない、かもしれない。いいっすね、頑張りましょう。ちょっと、うん、じゃあ一緒に広めていきましょう。ね、本当に俺ついにあのクラブハウスってやつがなんか、はいはいはい、はい、全然使い方わかんないけど、あ、なるほどなるほど。いや、何すればよくわかんない。ちなみに今この企画もクラブハウス上野って名前です。そう。マジで。そうなんです。ちょっとあやかってます。使うな。そうですね。いや、いいかなと思って、ちょうどいいかなと思って。はいはいはい。なんかクラブ、なんか物質じゃなくてアメリカとクラブハウスじゃないですか。そうだね。なんでなかなかいいんじゃないかなっていうことで。はい。確かに。野球っぽいな。それ。楽しいな。いいな。はい。俺もなんか作ろうか。いいっすね。いや全然僕出ますよ、 YouTube 来たんで。ラナイ福田、ラナイってさ、なんか、はいはい、ベランダとかそういう意味やろね、ハワイ語で。はいはいはい。あ、ハワイ語、ハワイ語ってあるんですね。ハワイ語あるよ、アロハとかハワイ語じゃん。あ英語じゃないですね、ハワイ語なんですね。英語じゃないじゃん、ハワイ語じゃん。ハワイ、あ、アロハ、マハロ、エコモマイ、アヌエヌエ、アラホノア、あ、すげえ、全然わかんない。いろいろ。カメハメハは別にハワイ語じゃないけど、キングの名前だけど。あ、そういうことか、キングだ。カメハメハ、キングカメハメハ。すごい。そう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 。面白い。なんかハワイが行くと、ハワイに行くとそんなことがあるよってことですね。そうそうそう。沖縄みたいな感じですね。なんか似てますね、沖縄の方言。そうそうそう。だってほら、沖縄ってさ、結局さ、違う国だったからさ。ああ、確かに。あんなのただたださ、沖縄のこと、琉球語をさ、あの、ひらがなとか当ててるだけじゃん。そうですね。結局あんなの全然日本語じゃないじゃん。方言ですらない、あれも。はいはいはい。だから、もう、それも別よね。面白いですね。ハワイ語も、そう。でもハワイ語はもともと文字がなかった言葉だからさ。確かに確かに。そう。そこで、そう、たまたま、あのハワイに訪れたキリスト教を広めるためのさ宣教師の人がこっち来て、はいはい、んでこいつは何喋ってるか分かんないって言って、あの文字がないし文字がないらしいって言って、あのその一喋る言葉に英語をアルファベット当ててったからできた。面白い。アメリカ面白いですね。広いですね、アメリカ。アメリカ広いよ。いやー、いいっすね。うん、アメリカっつったらなんかハワイもアメリカってこと忘れられるよね、大体ね。忘れてないっすよ。忘れないでくれよ。はいはいはい。いやー、いいっすね。うん、いやー、ちょっとこの企画まだやりたいんですよ、僕。あの企画をちょっと続けていきたい。次誰がいいっすかね。ちょっと次誰が出てもカンタさんとか出てくれますかね。カンタさん絶対出てくるよ。あの人は、あ、いいやーっつって。じゃあ次回は。何やんの。っつって、うん。じゃあ次回あの小林寛太さんに出てくれるようにちょっと鉄平さんからお願いしてもらって、いつかちょっと出てもらうようにお願いしてもらっていいですか。いいよ、僕もお願いするんで。じゃあこれを見てもらってちょっと小林寛太さんに次は出てもらうような形でいきましょうか。うん、なるほど。俺もそこに参加すんの。あ、いや鉄平さんじゃあまた違う機会でいきましょう。日本帰った時にじゃあ一緒にやりましょう。また寛太さんとか3人で、はい、次はじゃあ寛太さんと僕で、うん、いや行きますわ。寛太さんもね、カンタさんもね、素晴らしいデビュー昨日飾ってたね。あ、カンタさんっていうのは開幕、あの八村塁選手がいたゴンザガ大学の選手なんです。僕の元ルーメイト。そうなんですよ、前のカレッジをね。いや最高っす。あの人マジでお化け。お化けっすか、すごいっすか。もうなんかそう、あの人
あの神田さんがさ1番でさ俺が3番とか4番だったんだけど、俺が打席入るたびにあの人ベースにいんの。いつもあそこにいんの。面白いですね、うん、そう。ほんで勝手に盗塁してさ、はいはいはい、でランナー2塁になってたから俺がシングルポンって打ったらさターって帰ってきてるから、もう俺 RBI マシーンみたいな。確かに面白いな。ありがたい、ね、1番と3、日本人多いっすね。そうだね。いやいいな、カンさんと俺とあとゴーちゃんっていうさ、まだはいはいはい、やつがいて、だからお前の彼氏はもう何、キャッチャー俺でゴーちゃんがセカンドでセンターカンさんっていうセンターラインを日本人で勝ってた。すごいすごい。一回ね、日本人で、ね、3番4番5番やったんだよ、ね、すげえ。ちょっと考え深かったよね。確かに、うん、嬉しかった。いや本当に。じゃあそれでそれもまとめて、じゃあ最後にあの哲平さんからなんかその日本のこれから野球留学に行く人たちにちょっとメッセージもらっていいですか。あ、結構僕のチャンネル見てるんですよ。なんか僕のチャンネルなんか見てて DM とか来るんですよ、うん、あのこれから野球留学したいんですけどどうしたらいいですかみたいな。なんかちょっと答えてもらっていいですか、哲平さん。何のメッセージ、そうじゃないよ、彼らにメッセージを。なんて言うの、一言ってことじゃまとまんねえな。あ、全然いいですよ、全然いいですよ、どうぞ、ちょっと喋ってください。ああ、やっぱね、何事もバランスが大切だと思います。はいはい。野球と勉強、そして、楽しむことと、誠実さみたいなね、持ち上げるところと、真面目なところも必要だし、すべてはバランスです。陰と陽です。曲がたまの、こういう、曲がたまもこういうのがあるだろう、曲がたまの。そう。バランスです、すべて。バッティングも、バッティングも全部バランスです。ピッチングもバランスです。そう。わかりました。すべてはバランスです。はい。でも、このバランスっていうのが、このね、一言で伝われば、嬉しいなと思います。ありがとうございます、はい、何かね、すみません、申し訳ないです。いや全然ないです。いや本当に出てくださってありがとうございました。じゃあここで一回収録は終了ということで止めにするんで、はい、じゃあ本当今日はありがとうございました。また出てください、ぜひ。アロハ。はい、よろしくお願いします。アロハ、よろしくお願いします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。